はい大丈夫でしょうかこのライブ配信も多分いろいろなことができると思うんですけども。 まあご存知の方もね、僕のチャンネル多分多いんじゃないかなと思いますけども、またね、改めてウクレレという楽器について、もろもろについて、あれ音が聞こえない、音が聞こえない音が聞こえない。ちょっと待ってください。え、なんで音が。音が聞こえない。ちょっと待ってください。 分かったこれだどうでしょう聞こえたんかなとあ大丈夫でしょうかねあ聞こえましたかねはい雑音結構入ってる雑音ひょっとしたらこっちかな大丈夫かなあありがとうございますあ聞こえましたか大丈夫ですか あよかったよかったあはーいあ今大丈夫ですかねあよかったよかったはあはあよかったよかったんあれちょっとプチプチするプチ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 あーちょっと待ってくださいプチプチ。 ちょっとまたこれでやりつつ、えー、確認させていただければと思います。大丈夫かな。はい、すいません、ちょっとドタバタしておりますけども、こんな感じかな。 今日はちょっとウクレレいろいろご紹介したいと思ったので生音であ大丈夫でしょうかねあ良よかったよかったあプチプチ聞けた聞けたよかったはいあではでは早速ね始めさせていただきたいと思いますそうえっ、ー、と今日はですねやっぱりあのウクレレこれから始める始めたばかりえーもうまっさらーっていうまず第一歩踏み出す直前の方ぐらいをえーターゲットに させてていいただいておりますなのであのご存知の方もねあのご存知のことも、えー、たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、改めてみんなでね、えー、聞いていただけたら理解を深めていけたらそして、あのー、も,もろもろで、ね、ご質問あれば、えー、矢印くるりマークなんか重たいですかね大丈夫でしょうかはい 大丈夫でしょうかねちょっと画像がひょっとしたらよすぎて重い感じになってる可能性もありますが大丈夫でしょうか。はい、で、えー、とそのウクレレ始めようかなって思った時に、まあ、どんなウクレレがあるんだろうっていうところからだと思うんですけどもウクレレってですね実はいろいろ種類があるんですね。 で、えっ、ー、と、ウクレレって大体も大、中、小の3つです。この3つを、えっ、ー、と、理解していただければ、まあ、なんとなく大丈夫かなと思うんですけど、あ、雑音あります <laughs> 大丈夫ですかねまあ、確かになんかちょっとプチプチした感じのが一瞬聞こえたり聞こえなかったりしますけども、ちょなんだろうね、これ。大丈夫かな この多分レレ、レディオ、ラジオキャストっていうアプリがなんかノイズ乗るんですよね。その音っぽいですけども。はいウクレレも聞こえるでしょうか。で、えっ、ー、とー、その、まあ、大体3種類あると。大、中、小の3種類です。えー、今日はこちら、えー、小のサイズ。 これソプラノウクレレって言います。ソプラノウクレレが一番ちっちゃくて、えー、多分女性とかお子さんもすごく弾きやすい、えー、持ちやすい、軽い、そして一般的な、えー、日本での一般的なサイズはこのウクレレは、えー、ソプラノサイズなので小のサイズですね。これを多分一般的な方はあのー、イメージすると思います。 なので、お子さん、そして手がちっちゃいかなっていう方、なんかギター大きそうで、ちょっと難しそうだなって思った方とかは、あの、ソプラノ、まずウクレレがえいいんじゃないかなと思いますけども、なんか、いろんな生徒さん、やっぱりね、拝見してると、170センチ以上とかの男性とかですね、は、ちょっと手が大きいとか、指が太いとか、 えそういう方もいらっしゃると思うんでそういう方に関しては結構いきなりえコンサートサイズこの中のサイズがねコンサートサイズっていうんですけどもこれをおすすめしたりすることがえ多い多いというかまあ時々ありますねなのでまあまあソプラノサイズ一度ちょっと持ってみてコンサート大あのショート中のサイズのまあこの2択 ですかねたあ確かにプチプチちょっと聞こえますね。何だろうなので、このちょっと2択をですね考えてみるとえまずいいかなと思います。で、これが今、ソプラノです。ソプラノのコアロハっていうメーカーなんですけどもあの大体ねウクレレって2大ブランドあとでまたご説明しますけどもえカマカとコアロハハワイの2大ブランド。 ですね、ちょっと高級な部類に入るのかなと思うんですけども最近ねもっと安くていいやつたくさんねあの出てますけどねはいこれあのさっきから弾いてるの、えー、これがコ、えー、アロハですねこれソプラのサイズですでちょっと今コンサートサイズを出しますコンサートサイズはですねえと、ー、同一のメーカーで持ってないんですけどもカマカの コンサートですね。はい、これですね。 これが、えー、カマカの、えー、コンササートサイズですちょっとさっきより、まああのー、若干大ぶりなのかなっていう感じはありますね。で、えーと、サイズの大きさはもちろんこのボディが少し大きくなることによって、まあ、だんだん、あのー、音の伸びが良くなってきたりとかあの長くなってきたりとか、えー、チューニングがね非常に安定しやすかったりとかするんですけどもちょっとチューニング全然してない。 そのハイポジションでの高いところでね、あの高い音でこうちょっと演奏しようって思ったときに非常にピッチが良くなるんですね。さっきのソプラノのサイズのウクレレは高い方でメロディーを弾こうとするとですね、若干やっぱりちょっとピッチが曖昧になるんですよね。でもなんかそこがちょっと可愛いよねみたいな感じで ウクレでこう言われることが多いので、まあ、気になる人は気になるし、えー、まあ気にならないもうコードストロークじゃかじゃかだけであのひ,ひとまず大丈夫かなっていう方はソプラノでもまあねそんなに問題ないかなと思いますはいこれが一応、えー、コンサートサイズの かまかまあウクレレですねはいちなみに自分あのー、身長がですね175センチあるんですけどもあのー、結構ね小柄な女性とかこうそこのコンサート持ってるとなんかえそれ テナですかみたいな感じで、この台のサイズのやつですね。え、テナーですかねみたいな感じ。いや、違います。これ、コンサートです。みたいな感じで。なんか、縮尺がちょっとね、違うと、見え方ちょっと違うかもしれないですけども。なんか、プチプチ、気になりますね。ちょっと待ってくださいね。 なんか立ち上げたりすると治ったりすることが多いですね。質問とかもろもろいろコメントありましたらどしどしえリアルタイムなのでせっかくのリアルタイムなのでぜひどんどんえコメントしてください。いリアルタイムならではのなんかね普段からちょっと気になることがあればどんどん聞いてください,はいあ。綺麗な音 ありがとうござかまか、ね、高級ですね <laughs>。かまか年々上がってます、やっぱり。数年前は結構、割と買いもっと買いやすかったんですけど、なんか2、3万とか、そ,それ以上あごめんなさい、ちょっと上がってる気がするんですよね。はい、2本。 ありますか、ね、こんな感じあんまりかなんかあんまり <laughs> 変わんないですねあごめんなさいというのもこっちの、えー、とーソプラノのコアロハなんですけどもこれロングネック仕様になってまして普通のやつよりネックが長いやつを、えー、自分はそういうモデルを買ってるので、えー、とちょっと高いところまで引けるようになってるんですよ 121314151617フレットまでありますね普通ソプラノでいうと15フレットぐらいまでしかないんですけどもああらちょっとちっちゃい音がちっちゃいですかなので 途中で上げちゃうのもあれなどうなんだろうちょっと上げちゃいますねあああああああそうですよねきっとちょっと音量ちっちゃめなのかな上げてみますどんどん上がってますこんなもんですかねああああああこれぐらいかなこれぐらいちょっともうこれ以上上がんないか ちょっと難しいですね。ごめんなさい。これがちっちゃいですね。ごめんなさい。音が聞こえないか。<laughs> はい。ちょっとイテオスバックがだんだんもうチューニングが狂ってきちゃいましたけども、一応こんな感じになってます。 本当はもうちょっとね、このソプラノち,ちょっと小ぶりに見えると思うんで、これすいません、これロングネック仕様になってます。ちょっと、ちょっとおっきめ。ボディのサイズは変わらないです。ボディのサイズは変わらないけど、ネックがちょっと長いねっていうモデルなので。はい。あ、大丈夫でしょうか。で、こっちは普通のコ,コンサートです。フレットは12、13、14、15、16、17ぐらいかな。12、13、14、15、16。あ 16までしかないこっちの方がなんかフレット多いですねソプラノなのにロングネック仕様になっておりますまあ15フレットぐらいあればね大体弾,弾けるのでまあ問題ないかなと思います15フレットまで使う、ね、楽譜もそこまでないと思うんで12フレットあればひとまずソプラノ、えー、問題ないかなと思います、まあ、ソプラノで12フレットはなかなかまあなかなかいかないとは思うんですけども はい、これがソプラノと、えー、ソプラノコッチですね。でこれがコンサートです。ちょっとメーカー違くてね申し訳ないんですけども。はい、でテナーですね。 おりますチューニングがこれが一応テナーの、えー、とレギュラーサイズの、えー、カマカです今日なんか持ってるやつ全部遅れの音あれなんですよねこ,ここにマイクがあるからここに近づかないと音がひょっとしたら聞こえにくい こうやってあのー、し,しばらく使わないなってのが分かったらですねこうやってあのー、結構弦緩めといっちゃいますね自分はねじゃないとこのここのボディの部分がですねだんだん弦を引っ張る力によってこうポコってこうなんか膨らんできたりですね、あのー、歪んできたりするんですよねそうするとなんか結構、まあ、直しにくいというか結構お金かかっちゃったり弾き心地が変わってきたりと音変わったりとかですね ちょっと寿命が縮まるかような気がするのでしばらく使わないなっていうのが分かったらちょっと緩めてボヨンボヨンにさっきみたいな音にしときます。 これがテナーになってます。ちょっと大振りにね、あのー、なってきますね。先ほどの、この、えーコー、ソプラノソプラノとテナー比べると、まあ、結構見た目変わってきますよね。はい。まあ、なので、ここら辺は、まあ、ちょっと一度持ってみてっていうのがね、やっぱり、あの、基本ではあるんですけども、こう、銅の厚さとかもね、結構、その、 ポイントだったりとかやっぱり薄い方が割と持ちやすいんですよね熱いとね結構なんかこうおおおここにウクレレあるっていう感じなのでまあ音はふくよかになるんで中のやっぱり空気空間の面積が広がる分音はねこうよく反響しますからまあ、反響しすぎも良くないのでねあのー、手頃な厚さになってると思うんですけども まあなので、ここの厚さと、あと、ネックのこの、なんでしょう、この握りのこのネックの部分の太さ。これがですね、かなり演奏性に重要になってきます。薄いと、割と手がちっちゃい女性の方とかお子さんでも、すごく指運びしやすかったりとかしますね。厚くて太い方が、ちょっとこう、なんでしょう、う握り込む感じになるので、 少し慣れ、まあ慣れですけどね、基本的に。なので、ちょっとそれは握ってみてっていうので、いろいろまあ試してみるといいと思うんで、1本だけ持っても分かんないと思うんで、なんか比較しながらね、いろいろ、実際の店舗行けるといいんですけどね、ちょっと今この時期なかなかやっぱりね、外出どうかなっていうのもあると思うんですけども。はい。なので、これが一応、カマカのテナーですね。 で、これが、えー、先ほどのカマカの、えー、コンサート。コンサートとテナー比べるとなんか結構違う感じしますね。こう見ると。頭1個分違うような。今回ですかね。はい。あ、そうですね。はい。メー,メーカーによってね。 ネックの厚みも違うと思うのですが手が大きい人はネックの太いウクレの方が行動を抑えやすいでしょうかあえー、っとですねうーん逆に言うと手が小さい人ちょっとちっちゃいのかなっていう方はあのネックが厚いのが引きにくいかも抑えにくいことがあるかも いう感じですけども手が大きい人に関しては、えー、とーその細めのネックに、まあ、慣れることもできると思うんでそういう意味では手の大きい人は、えー、とー逆小さすぎて困るってことはね、あのー、なかなかないと思いますソプラノとかあでもどうだろうその、あのー、サイズによってはメーカーによってもですけどもこの、えー、フレットの幅がですね違うんですよ だんだんサイズが大きくなるにつれて 1, 1フレット目結構、えー、とこのテナーは長いんですけどもコンサートちょっと短めですよねなので同じじゃあ5フレット指開こうってなったらここれぐらいですけどもこ,こっち側だとそれちっちゃくできるんですよねそのちょっとなんか怖えな <laughs> 例えば、コンサートでこれくらい。あい、コンサートでこれくらいの指の開きですけども、テナーになると、ちょっとこう、少し余計にこう開かないといけない感じになっちゃうので。となると、まあ、あの、そこでちょっと違うかなっていうのはありますけども、あると思うんですけどね。 なので、えっ、ー、と、太いウクレの方が抑えやすいかどうかは、えっ、ー、と、その手の大きい人の方が確かに、ひょっとしたら抑えやすいかもしれませんし、逆にちっちゃい人でも、なんか、なんかフィットするだっていうのがあると思うんで、結構個人差が多いのかなと思いますね。はい。はい。ミニテナーとコンサートのロングネックって同じようですか えミニテナーってあるんですか <laughs> なんか結構ですね、メーカーとかハンドメイトウクレレになると、なんかあの、サイズ感が違うんですよね。なんか服のメーカーもそうじゃないですか。同じ M でもなんか海外のやつと日本のやつ全然違うみたいな。で、なんかあの、生徒さんが持ってたので、あの、ソプコンっていうサイズを持ってました。ソプラノとコンサートの中間っていうね。<laughs> はい。なので、 なんんか結構メーカーカによっても違ううと思うんですミニテナーとコンサートのロングネックなんか似てるような気もしますけどね正直違いどうなんだろうそのなんかねコンサートとテナーってなってればあな違うんだなってなるけどその間となるとねなんかじゃあ別にコンサートでも良くないってな,んかなっちゃうんですけどねいやちょっと ちょっとだけコンちょっとだけテナーっぽくみたいな、だ,だったら、頑張ってテナーの方が、なんか、音の違いがはっきりするから楽しそうな気はしますけども。あと、えっ、ー、と、浦部さんとかはあれかなちょっと、普通のサイズ、ラ部さんとか、えっ、ー、と、あと、えー、ロメロクリエーション、ロ,ロメロさんですね。は、えー、普通のサイズ、 よりワンランク下なイメージでしたっけ、ねはい、なんか確かロメロはテナですって言ってても普通のウクレレ結構カマカとかと比べるとちょっとちっちゃめなのかなってなったりしますね。はい、はいいという感じになっております。 でえー、と一応こんな感じですね。プラスちょっと面白いのご一つありまして。でん。はい。ピッコロウクレレーということで、えー、ソプラノのさらにしたピッコロウクレレですね。これなんか 遊びで買ってみたんですよね。これ普通の遅れの1億ターブ上の音がなりますで。で専用弦です。普通の弦張っちゃうと多分ブチんってここの高さまで上げると切れるので。こっちか。チューニングが難しいんですよね。 アイユークっていうメーカーのソプラノコン、あソプラノじゃない、えっ、ー、と、ピッコロですね。ピッコロウクレレ。普通の1オクターブの、えー、チューニングをしなきゃいけないので結構音が明るい感じになりますね。あんまり見たことある方いらっしゃらないですかね。 めちゃめちゃ可愛いですね、これね。<laughs> すっげーちっちゃいです。なんか、あ、いいな、可愛いなと思ってあの買っちゃったんですけども。ちなみに先ほどのソプラノサイズと比べると、こピッコロウクレレこんな感じですね。もう何でしょう。もう、普通にリュックに入っちゃうぐらいな感じですね。ただ、えーと、これもうあんまり販売してないのかな で専用弦を買わなきゃいけないんですけども、ちょっとそれもなんかと結構品薄なイメージなので、ちょっと買うとき注意が必要ですね。1万円ぐらいで確か買いました、これ。で、持ち運びもめっちゃ便利なんですけども、ただ、えっと、押さえるフレットの幅がめちゃめちゃ狭くてですね、僕、ギリギリですね。B フラットとかも押さえられるかな。あ、いけたいけた。結構きつい。<laughs> こんな感じですね。ちょっと演奏性は手がちっちゃい方にはすごくいいかもしれない。男性のちょっと太めの指の方は、えっ、ー、と、ちょっとこれは収まるか微妙なところです。実物ちょっと見れればいいと思うんですけどもね、なかなかないと思うんです。アイユクのピッコロウクレですね。ミニユークっていうメーカーです。なんかね、サウンドホールがハートで可愛いですよね。 はい、そして、あと余談ですけども、これ、えーと、こちら、ギサ・ガスパールの、えー、ウクレレです。<laughs> これ、サリュウで買いましたね。3000円でした。お子さんの入門、あ、いい、いいかもしれないですね。えっ、ー、と、4歳とか3歳とか。3歳だとちょっと難しいかな。結構、ピアノだとあの3、4歳押せば、プロと同じ音となるんで。 意外といけるんですけども34歳だとしっかり押さえないと音が出ないという点で結構難易度高いかもしれないです56歳で興味があればお渡ししてもねいいかもしれないですけどもはいこれはサリュのえー、リサ・アンド・ガスパール・パウル 奥さんに、あのー、プレゼントしましまた <laughs> ちょっと今使,使わせてもらってますけどで3000円なのででも一応チューニングはできますだけどえっ、ー、とー買った時にですね箱に書いてあったんですこれはインテリアですとはいというわけで一応チューニングもできるんですけど <laughs> はいはい <laughs> おおすごい なんかもうチューニングももうすっ、は、なんかひどいことになっているので、ちょっとこれで練習するのはなかなか大変かなと思います。すごく演奏もしにくいですね。はい。ピッチも悪いし。<laughs> はい。なんで、これ、まあね、あの箱に記述の通りインテリアという感じになります。イーサーガスパール。はい。可愛い,いね。うん。なんかいかにもおもちゃーって感じのこの塗装がまた、なんかね、テカテカでいいですね。はい。 っていう感じになります、はい、あいコードに関してあコードをですねちょっと、あのー、またのあの次回以降の、あのー、ご質問の時にぜひ、ね、コードで小指う使う指が小指はですねあのやっぱりあの鍛えてもらう使って鍛えてもらうのとコードによってはね親指ちょっと下の方に 下の方にずらすとこう小指前に出ますからそ,そうやって押さえやすくなったりも、えー、します、まあ、ちょっと詳しくはね、あのー、次回以降のレッスンでお答えできればと思いますはいでえー、とこんな感じでですねいろんなサイズのウクレレがありますでももう、あのー、最初に初心者の方におすすめするウクレレってもうあのー 僕は決まってまして、こちらに書いてある通り、えー、フェイマスの FS5G、5G って言うものかな、えー、フェイマスというブランドがありまして、日本のメーカーなんですけども、キワヤさんとかがね、あのー、なさってるメーカーで、FS っていうシリーズがあるんですけど、これ1、2、3、4、5とか0とかね、100とか FS100 とかなんかいろんな数字のモデル、モデリングされてるんですけども、5です。5の、えー、G、これギアペグって言います。 ペグっていうのは大まかに大体2種類あると思っていただいてこれがえギ,ギアペグじゃないそのまあフリクション形式といいますかあのブスッと刺してあるだけこれはさらにちょっとだけなんでしょうかねあの中にギアが少し入ってたりするんですけどもでもこの 基本的にネックに対し、あヘッドに対してまっすぐ刺さってるペグ。これはですね、あの、ギアペグじゃなくてフリクションペグも、まあ、方式なものが多いです。で、これはですね、チューニングがすごくしにくいんですよ。軽くていいんですけども、すごくしにくくて、なんかちょっと回しただけでもグワンってこう曲が、回って、チューニングメーターをこう、ま、なかなかこう合わせられないっていう。またチューニングっていうのをね、あの、また毎回しなきゃいけないんですけども、 それができないあの、しにくいので、しかも初心者の方はね、ただでさえちょっと難しいかなと思うんで、なるべくスマートに済ませたい。ということで、ギアペグというものをおすすめしてます。だいたいギアペグって、こう横向きに生えてるんですよ、こっち側にね。これ。で、えっ、ー、と、裏側に、なんかまあギアが。 入ってるっていう感じのこう、ものが入あくっついてて、で、横にこう出てます。これギアペグと言います。で、ギアペグですよっていうのが FS5 の G っていうね、最後の G ですね。これギアペグの G です。これがついてるとギアペグですよってなります。この G がついてないと、あの、さっきのフリクションのペグですよってなるんですけども、初心者の方にはですね、僕は絶対的にギアペグをおすすめしております。めちゃめちゃチューニングがしやすい上に狂いにくいということで、 えー、ギアペグ強く推奨しておりますまずウクレレ1本目買ってみようかなっていう方はギアペグがついてるもので探してみてくださいお願いします <laughs>、はい、約そうですね約3万円ぐらいですあのもちろん安いものもありますたくさんえっ、ー、とー中華中国産のウクレレとか あと5000円台とか7000円台でもありますね。で、も、そのフェイマス、そうなんです。えー、3万、三万ちょっと、3万と4万の間ぐらいですかね。になってます。いやいやいや、ちょっとそこまで出せませんっていう方も、えっ、ー、と、でも知ってます。そういう方もいるのも知ってるんですけども、しかしおすすめします。FS5G、えー。なぜかというと、えっ、ーえー、と、このコアロハとか、えー、カマカと、 はえー、ハワイアアンコアという、まあ、ハワイの木を使ってるんですけどもやっぱその木で作るとウクレレっぽいよねいい音だよねみたいな感じになることが結構多くて大体いい皆さんがイメージする音っていうのはこの,、まあ、あのハワイアンコアの音だったりすると思うんですよねでそのハワイアンコアを FS5G は、えー、使ってるんですね3万円台でハワイアンコアめちゃめちゃ希少価値があって でなかなか取れない上に音がいい、木目もすごい綺麗ということで、めちゃめちゃ高いんですね、ハワイアンコア。でも3万円台でそれを、えー、使ってるんで、音も、えー、そこそこ良くて、ていうかめっちゃいいです、3万円台で。あのー、合板っていってね、あの薄い板をこう重ね合わせて強度を、ね、あの保ちながら、ハワイアンコアっていうのを、材を使ってるんですけども、こういう、 あの、カマコとかタ板といってですね、あの切り出し、1枚いた切り出しなので、ちょっとお値段高かったり、えー、メンテナンスがね、湿度とか気をつけなきゃいけなかったりするんですけども、なので、あのー、まあ、とはいえ、えー、まあ、FS5G、めちゃめちゃゴリ押しです。まずこれ買っとけば、あの、何の問題もないので、3万円出せるようでしたら、もう迷いなくポチってください。あの、ポチっても大丈夫です。 というのもあの、国内でちゃんと検品してますので、あの、よほどひどいものだったらすぐ言えば、あの、まあ、返品してくれますし、あの、もともと引きやすいですよと、あの、調整とかね、あの、あまり最初しなくてもそこそこ引きやすいとは思います。もちろんもっと追い込んでね、あの、引きやすくとかもできますけども、メンテナンスね、あの、お願いしたりして。 はい、なので FS5G、何回も言いますけど <laughs>、おすすめです。いやいや、ちょっと1万ぐらいでないですかって言われたら、えっ、ー、と、島村楽器さんの離れというブランドがあるので、そちらのギアペグのものは、えー、いいんじゃないかなと思います。あの友人とかねあの、いろんな方に僕もプレゼントしたりするので、おすすめです。安くて、えー、そこそこ。ただ、音色はやっぱりね、値段。 と比例してますエファイマスにはかなわないとは思いますけどもあのー、まあでも安め7000円とかでコンサート確か前あったと思うんですけども離れのね、えー、シリーズですねはいおすすめですはいまあそこら辺でしょうかねウクレレ もちろん、なんかいろんな可愛いねタイプとかもあるんで、一番のおすすめはやっぱり自分が気に入ったものっていうのが一番ねあのおすすめなんですけども。はい。まあ、なので、ぜひぜひ、ちょっといろいろご覧になってもいいかなと思います。で、おすすめくれ、ね、る。で、サイズに関しては先ほどあれですね、ご説明しましたね。で木材、えー、まあ えこういうハワイアンコアっていうね、あの、ちょっと高めですけども、こういう材があって、これが一番な、なんかまあ、王様みたいな,なんか雰囲気がえありますね。ただ、えっと、他にもマホガニとか、スプルースとかですね、あの、いろんな木の種類があって、それはそれですごく綺麗な音が出てきます。ちょっと自分はですね、気づいたらコアのおやつしか持ってないですね。さっきのアイユークは、これは、 なんだろうなスプルースかな確か確かスプルースいやえあれわかんないごめんなさいわかんなくなっちゃった、まあ、スプルースか、えー、マホガニのどっちかなんですよねマホガニはどっちかっていうとすごく柔らかくて甘い音がします柔らかくてね優しい音ですはいあそうですねハワイアンコは短板と合板やっぱ音が少し違う、まあ、そうですね あの合板っていうのはそのあ合板ですねなんかまあどっちでもいいらしいんですけども合板は薄い板をですねあの削り出してそれを何枚かこう重ねてレイヤー状にしてでそれをあの木材として使うんですけどもやっぱりあの木の振動効率を伝えるっていうのはあの。 その短板ですね削り出した木に比べてもちろんちょっとあのよ,よくないというかあんまりあのおすすめはおすすめいやおすすめはできますけどもあの効率がちょっと落ちてきしまうという点で、えー、音は短板が勝る一般的には勝るのかなと思うんですけどもただ、えー、合,板合板はですねあの強度がいいので。 あの接着剤みたいなやつでこうくっつけてるのでなんかあの例えば乾燥してくるとですねこうパキってこう割れてしまったり木がこういうとこがですねパキってこう縦にこう木目の筋に沿ってごめんなさい沿ってなんか割れてしまったりとかちょっと自分のこの コアロハもそうなんですけども、ここら辺ちょっと何でしょう。弦の引っ張る力。弦の引っ張る力って結構ありますからね。あのー、この4本の弦って多分え30キロぐらいです。30キロのお子さんがここつら下がってる。ぶら下がってるっていうイメージですよね。となると、やっぱこれちょっとここ歪んでるんですよね。若干ね。見、わかるかなまっすぐじゃないんですよ。で、コアロハっていうのは、あのー、 すごく音量が大きくて音量がね大きいんですけどもこのえ表板をすごく薄くしてるのであの振動効率がまあいいですよとでもえ弱いですとあの薄いのでね短板で薄いからちょっと弱いだからちょっと見るとこうねあのくねってたり曲がってたり ま、曲がるというか、まあ、歪んでたりするんですけども一応今のところ音には影響はないのでそのまま使ってますけどもまあそういうね強度とか音とかどこを重視するかによってまあ変わってくると思いますけどねはいであと塗装塗装に関しては2種類あると思ってくださいこういうつやつやしたグロス仕上げかこういうつや消しのサラサラタイプ まずま、見た目が違うっていうのはねあるんですけども、音が違うんですね。グロスというかまあ塗装ですね。ギターもそうだと思うんですけども、塗装することによって音を締めるというその役割があるんですねあ。あと、掃除しやすいとか、拭きやすいとかありますけども、と何の塗装もしてない普通のギターとかって、あんまり音よくなかったりするんですよね。どんないい木材を使っても。 やっぱそれなりにちょっとだけこうあの使ったりすると良かったりするんですけどもあの音を締めたり芯を出したりします。でそれは、まあ、あの好みによっても変わってきますしメーカーによっても違うんですよね。えー、自分が持っているやつはなんか気づいたらだいたいグロス仕上げでした、まあ。見た目がかっこいい、つやつやかっこいいっていうのと、まあ、多分音がちょっと硬めというか芯がある感じなので、えー、強めっていうんでしょうかね。えー、なので好きだから使ってたなという感じです。 でこういうつや消しの、えー、サラサラしたやつはねあのー、そのー柔らかい、えー、音が比較的するのかなと思うのでで、あとまあ滑りにくさとかはですねちょっと触ってみないとなかなかわかんないと思いますけども確かにこうサラサラしてる方はこうね裏側とかひょっとしたらツルツル滑りあのー、滑りが良すぎるっていう人もひょっとしたらいるかもしれないですしいや サテンの方がなんかしっかりと持てるっていう人もいたりもちもしくはウクレレの種類によってもだったりしますしこの裏だけねツヤ、あのー、消しにしてするサラサラさせてるメーカーとかもあったりとかするのでまあちょっとそれはねものによっても、えー、違うんじゃないかなと思いますはいなので塗装まあ結構自分なんか見た目見た目がツヤツヤかっこいいっていうのもあるんでなんかグロス仕上げのものが多いですねはい 塗装もね、なんかいろいろする。ラッカー塗装とかね。なんかいろんな塗装のやつがあるんですけども。まあ、基本的に、でも、あれなんですよ。まあ、コアロハとかカマカ、あの、ちょっとラッカー塗装ってね、あの高級なこう塗り方というか、あの手間がかかる塗り方なんで高級になるっていう感じなんですけども。まあ、音がいいというのと、あとですね、あのー、なんでしょう。ウクレレを吹くときって、まあ、基本空拭きなんですけども、 汚れがつく場合ってですね、基本的にタンパク質なんですよ。あの手の汚れとかなのでね、メイン。あ汗とか、えー、手垢とかなんですよ。だから、えー、と基本空拭きで OK で、ちょっとこうきついかなと思ったら、えー、水拭きです。水拭きシュッとやって、まあ、すぐ拭くふ、水分拭き取るそ。それで大体落ちますで。本当にきつかったらですね、あの石鹸水ですねあの。手を洗うのと同じです。 なので、人間の体のように洗っていただいて大丈夫なんですが、もちろん塗装してない中の部分とか、この指板の部分はだめです。あのそれはちょっと別のね、あのあれ、あの拭き方があるんで、ちょっとな後ほどね、ご説明しますけども。はい、なので、こういうところに関しては、基本、あの空拭き、そして、えー、水拭き、ひどかったら石鹸水、水拭き、すぐ拭くみたいな感じですね。はい 充電タイプのウクレレもあると思いますが、どんな感じなんでしょうかあ、充電タイプ。充電タイプってあれですよね。その,あのウクレレが充電じゃなくて、その中のピックアップが充電タイプのやつですよね。あのー、ウクレレバンドをやってた時ラビネカブラザーズって言うんですけどもね、ねちょっと最近あのー、ちょっとね活動できてませんけども、そこのメンバーさんがですねあのー、充電タイプのウクレレ使ってました、ね。USB 給電するやつで、1分充電すればなんか数時間、 鳴らせるみたいな感じですげえって思いましたはいちょっとそれ以上は何の情報も <laughs> 持ってないので分かんないですけどもただ充電タイプって重いですよね中にバッテリー入ってますからでもあのー、ウクレレってやっぱ軽さが重要だと思うんであんまり中に物を入れない方がいいんじゃないかなというのはあります ただえまあ生音を重視するならなるべく軽いピックアップを入れて生音もいいっすっていう感じだったらもうエレキで私はガンガンライブしますとかだったら別に重たいなんか入れ,る入れてもねいいと思います自分はちょっとそっち側ですねはいこれには何も入れてないですけどもはいであそうですでメーカーもねちょっと先ほどもいろいろご説明しましたけどもまああのー いろんなメーカーありますよと <laughs>。で、えー、とこのコアロハとか、この要はあのフリクションペグの方式のこ裏にぶっ刺さってるえペグのやつですね。これはですね、先っちょにですね、実はプラスドライバーがここくっついてるんですよ、ここに先っちょに。で、こうくるくる回してくっ 使っていくとですねだんだんこのネジ緩んできてなんか合わせてもですねまたふーンドゥ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 ンゥ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 ンみたいな感じでまた戻っちゃうんですよね締まりが甘くなるんです使っていくと摩擦で止まってるだけですからその時にプラスドライバーを常に持ってないと演奏できなくなっちゃうよということで自分はこの で、これ、あの、ストリングスワインダーっていう、まートでご説明しますけども、これ、あの、ここにはめて、こう、くる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 、こう、やると、あの、めっちゃ早く、チューニングとか、弦の張り替えできますねっていうグッズなんで、300円か500円ぐらいです。これ、絶対買った方がいいと思います。で、あの、そこにプラスドライバーがこれ、実は入ってるんで、ここで、あの、カチャカチャカチャって、こう、あの、程よく締めます。じゃないと、ちょっと厳しいですね。あの、 外でチューニングくるって合わせられなかったらもうそこでなんか試合終了なので <laughs>、はい、なので、えー、こういうフリクションペグを持ってる人はプラスドライバーを筆形してくださいもうあのウクレレケースの中にしまっといてくださいじゃないと大変なことになるということですねはいなのでまああの僕が最初におすすめするのは、えー、ギアペグなのでギアペグにはそういうのが必要全くないですなのでご安心くださいませ で、ここからちょっとおすすめ、そのウクレレをね、始めるにあたって、おすすめアイテムなんですけどもあ、あマホガニー素材のウクレレは、マット仕上げで、つやのないんですかあどうなんでしょうね。いや、マホガニーでもなんか、つや、あったりなかったり、その、グロスだったり、グロスじゃなかったりするやつ、あるはずですね。ギターとかね、あのー、 マホガでちゃんとグロス仕上げちゃんとっていうかまあ普通にグロス仕上げしてるやつ見かけるのでまあウクレレもあっても不思議じゃないんじゃないかなと思いますけどもはいまあねあの塗装で決めるっていうなかなか <laughs> あの <laughs> ねなかなかいらっしゃらないかと思いますけどもはいつやつやのいいですねつやつやなかっこいいですよねやっぱりねはいあきみんさん 初心者向けでの配信であれば、かまかコアランの予算をアピールするのはハードルが高い、上がると思いますよ。確かにそうですね。<laughs> すいません。と言ってもですね、ちょっとそれしか自分、ちょっと今持ってなくて申し訳ない。前ね、ねあの離れを持ってたんですけどちょっと上げちゃったのでね、確かに、えー、鎌かまか、えー、ソプラノ、大体ソプラノコンサート、テナーとですね、 あの値段がだんだん上がっていくんですよ。やっぱ大きくなればなるほどね、材をたくさん使うから、という体で。で、えっ、ー、と、今、いくらぐらいだろう。でも、カマカのソプラノ10万いきますよね、きっとね。前8万とかだったと思うんですけどね、もう10万超えてるんじゃないかなと。テナーで15万、18、20いかないかなぐらいだったと思うんですけども。はい ただ、最初からね、あのそんな高級機種は買わなくて大丈夫だと思います。3万円のファイフェイマス FS5G。めちゃめちゃ、えー、安くておすすめです。で、えー、3万円も高いという方は、まあ、あのー、離れとかもどうでしょうという感じで、僕も知る限りではそこら辺をおすすめしております。あの5000円のですね、えっ、ー、と、アリアの やつがあったと思うんですけどもあれはえー、と知ってます。僕は知ってます。で、えっ、ー、と、あえておすすめしません。というのもですね、あのー、危険なんですね。その安いとですね、まあいろんなところを見えないところを手を抜いてるんですけども、このフレットエッジというところがありまして、この鉄のね、この仕切りでこう区切られてね、ここで音程決めてるんですけども、で、ここの端っこ、端ですよね、ここが、 あの普通に打ち込んだ飛び出るんですよね。で、飛び出たのをちゃんとこう面取りみたいな感じで、あのー、安いがけして、削って、滑らかにしなきゃいけないんですけども、そういう加工をですね、してなかったりします、安いやつ。するとどうなるかというと、指に、えー、傷がつくんですね。なので、あのー、僕、これ、実際このアイユークはですね、あのその、そこしてないんですよ。<laughs> あのこれバリっていうんですけどこのフレットがちょっと飛び出ちゃってねあの痛いみたいな引っかかるみたいなのをバリっていいますでこれはあのそうですマジで指切れるんですよであの血が出るとかひどいとね血が出たりするかもしれないです自分はこの指先があの爪がまずまあ,あの薄い白い線がなんか何本もあったり指の腹の部分もですねなんかあの 紙で切ったぐらいではないぐらいの感じですね。白い縦線がいっぱいついてるんですよ、見ると。で、なんか嫌なんですよね <laughs>。でも、その、まあ、ここら辺で引けばいいじゃんとかいう人もいるかもしれないです。で、それは、あのー、止めません <laughs> あ。あ、そうですねっていう感じです。 ただ僕はおすすめしないっていうだけで、それを使ってる人もいるし、それで満足する人もいるかもしれないです。もちろん左手もこうやって動かすと、ここにね、あの傷つくんですけども、いや、大丈夫ですという方もですね、いらっしゃるかもしれないです。そういう方は多分5000円で幸せになれると思うんですけども、ちょっと僕はですね、傷,あの傷がつく可能性が高い、えー、かもしれないというものを人におすすめすることはなるべくちょっとしたくないので、あのー、おすすめしてないだけで。 それで幸せになる人も、えー、幸せにな,るならない人も、まあ、いるかもしれないです。あ、そうですね。で、そういうやつは、えっ、ー、とー、お店に行けばバリ取りしてくれるんですけども、えっ、ー、と、ああ、おいいですね、えー。スタッフの方が手渡す前にフレットの横の念のため丁寧に削ってくださってて感動しますそれすごいですね。普通これ、あの、有料なんですよ。あのー、 なのでお店によってはねちょっと高いあの高いやつでもフェイマスねあ素晴らしいですねそれねあのそういうお店探すと <laughs> いいと思いますよねあのそれは素晴らしいです鈴木ナターシャさんねおすすめど,どこら辺なんでしょうかはいあおあ昨年春先に、えー、僕のおすすめのフェイマスももさん、えー、購入しました頑丈なので ににしないいいでで使えるかからいいですよね確かにめちゃゃめちち頑丈ですちょっと合板なのでね、ちょっとやそっとなことではあのー、壊れたりしないはずです、はいね。そうですね、最近全然入荷しない、やっぱりこのコロナ禍で、あのー、めちゃめちゃ需要上がってるので、あのー、結構品数少ないと思います。FS5G 見かけたら、もうとりあえず加工に入れちゃっていいんじゃないでしょうか。<laughs> はい でねあの実際の店舗行ってね、こう買うときに、ここちょっとどうなんすかねってこうっ気になったら行ってみてください。そしたら、うーん、しょうがないですねっていう方もいると思いますし、あ、わかりました、じゃあ削りましょうとかねあの言う、言ってくださる方も時々いらっしゃるのか,かなあ、名古屋のね。あ、はい、名古屋の、あ、ちょっと読み方がわからない、愛曲楽器屋さん。あ、そうなんですね、素晴らしいですね。 かなれ中国製。あ、そうですね。あの、中国、中国で作ってる。で、メーカーは日本っていうね。あの <laughs>、はい、ものですね。な、の何さんっていうんでしょうね。メイドインチャイナ。はいか、かなので、えっ、ー、とー、まあ、その、バリ取りや、バリめちゃめちゃ大事です。で、あのー、バリ取りはですね、基本結構高いです。5000円。安くて5000円。高くて1万5000円。 これここにグロス仕上げとかしてるとバリ取った後またグロス仕上げでまた塗らなきゃいけないんですよ塗装を剥がして削ってでまた塗装を塗るみたいなするんで多分1万超え確実ですよね自分の今メインで使ってる、えー、カマカもですねあの結構バリあったんですよ買った時でももうしゃーねえと思って買って後で直せばいいやって思ってあのー、買ったんですよでバリ取りしてもらってだから高っ バリ取りしてあるってわけでもなかったりするんでよくちょっとチェックするといいですやっぱこうねここねスイスイスイってってこう、はい、サラサラサラってやつだったら問題ないですけども、まあ、んかギザギザギザちょっとしてるなーっていうのがあったら要注意ですバリ取りバリはいまあなのでかもかも、あのー、バリしなきゃいけなかったり えしますねもちろん木材によってね違いますからねでか自分の鎌からのバリ取りした時は、えー、1万5000円かかりましためっちゃ高い <laughs> はいまあ、でもすごい使いたかったのでもうそれにしましたけども まあそういういで、ね、5000円のウクレレ買って5000円で直したら1万円のウクレレ買えますよね。そしたら1万円のもともとバリ取りしてあるウクレレ買った方がよくないですかむしろないろいろ悩むんだったら、えー、3万円のフェイマス 5G どうですかって必ずそこに行き着きます。<laughs> 自分のおすすめはですね。はいはいあああいね とでカで鎌子ののナ直を買ったら新品と確認したのですがヘッドが欠けて埋め落としてありました最悪ですこれねえ怖それ最悪ですね <laughs> 直して出荷ええー、それはでもちょっと言っちゃっていいんじゃないですかね どこの段階で直したのかが分かんないですけども多分鎌倉から仕入れて、えー、検品をしなきゃいけないですよね日本のメーカーで検品して出す時にあ直しちゃえみたいな感じなのかなはい乾燥してネックが縮んでからバリが目立つこともありますあそうですさ,さすがお詳しいあのー、ハワイと日本の湿気基本的に違う上にあのー、まあ楽器店の環境とかもあるんで あの基本的にでも日本の方が一応湿度高いんですよね実はあのハワイって海があって割と湿気あるのかなと思いきや割と乾燥してるということなのででも乾燥してこっちに来るとネック膨らむはずなんですけどもなぜか縮んでるとちょっと100周年モデルのちょっと闇なんですけども <laughs> はい なので、えー、まあね、その環境によっても違いますね。で、あの、自分のカモカも最近またバリがちょっと出てきて乾燥してるんですよね。乾燥してきてバリあったんですけど、レモンオイル塗ったら治ったんで、ちょっとだけ治りました。また塗り直さないといけないですね。はい。なんか、あの、ちょっとバリ最近出てきたなと思ったら、レモンオイルかなんかで保湿してみるといいかもしれないです。レモンオイル塗って、なんか10分ぐらい放置してみるとか。 そうするとね、あの、ちょっと潤いが、あの、戻るので、少し木材膨らむっていう性質があるんで、ひょっとしたらいいかもしれないですね。自分はなんかちょっと戻った気がします。私のマーチンもネック、縮んで、えー、入院したばかり。あー、お気の毒に。しょうがないですよね。マーチンちゃん、こね。 でカカで出荷の段階で修理済みだったそうですあーそうなんですね2万ほど返金してもらいましたク黒沢あ名前が <laughs> はいあそうなんですねあでもね言えばなんか <laughs> 返品対応ねどうなんでしょうかねサウンドフォールにかけるタイプの加湿器はどうでしょうああのすごいおすすめですねあのまた後ほどねあのご説明したいと思います素晴らしいですね はい、ちょっとコメントね、あの読みこぼしあったら申し訳ないですけど私のフェイマス FU をお,おしゃれ <laughs> あ25年前に子供用に購入し昨年から私が使用していますとてもフェイマスいいです、ね、フェイマス、ね、あのとりあえず問題ないんですよね何もねであの、い、e、いという。 のでご利用しですけども <laughs>、はい、安い価格帯だとまあそこら辺がおすすめかなっていう感じですねはいそしてえとおすすめアイテムちょっとね進めていきましょうか弦弦の種類なんですけどもめちゃめちゃいっぱいありますそうですね自分もなんかちょっとさっき出してみたらこんだけで全部これあと23個あるんですよねこういう のやつで、もうお店開ける <laughs> はいほどではないですけども一応ありますなんかいろいろ買ってたら保ってきましたねでえっと弦の種類なんですけども大体もう3種類だと思ってくださいナイロン弦か、えー、フロノカーボン弦か、えー、ナイルガット弦大体3種類ですで え最初におすすめするのはナイロン弦ですただえと工場出荷時で何が貼られてるのかっていうのはメーカーによって様々なので一概には言えないんですけどもまああのメロディーも弾きたいストロークもしたい色々やってみたいまず普通のスタンダードって何ですかっていうと多分まあえナイロン弦なのかなという感じですえ太くて柔らかい音が すするんですねなので、えー、と非常におすすめです。で、さらに、えー、とその中のいろんなメーカーありますからね、どこがスタンダードですかっていうところで、まずはですね、やっぱりダダリオですかね。あんまり人気ないんですけども、ダダリオの音一回知っておくっていうのはすごくいいと思うんで、ダダリオの、えー、クリアナイロン。ね ナイロンもですね、3種類あるんです。クリアナイロン、あ、2種類かな。クリアナイロンとブラックナイロン。2つあります。クリアとブラック。クリアは透明感のある音、まあ、そのままなんですけども、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、明るめの音になります。で、ストロークとかに適してる。というか、ストロークもすごくいい感じ。えー、メロディーも透明感ありますよと。ピュ,あのピュアな感じします。 でブラックナイロンはどっちかっていうとちょっと太めの感じなのでなんかあっさりしてるなりのウクレだったりとか、えー、単音弾きが結構多いですとかちょっとおしゃれなジャズでやって太めの音が欲しいですとかなると、えー、ブラックナイロン結構いいんじゃないかなと思いますが、まあ、まずはでも万能、えー、一番無難な、えー、ダダリオのクリアナイロン一度貼って てみるとこれがリファレンスになると思うんですよねこれが基準でいろんなメーカーあると思うんでこれをおすすめしますで、えー、とこのダルダリ用のクリアナイロンなんですけどもあのー、サイズによって分かれてるんですソプラノ用か、えー、コンサート用かテナー用かっていうふうに分かれてるんですねなので自分の遅れのサイズに合ったものを必ず買ってください テナー用めっちゃあるな。1、2、3、4、5。すごい。あ、めっちゃある。最近あんま使わなくなっちゃったんですけどね、テナーね。同じ、自分はダダリアでも、あのギター用のダダリオの弦を張ってるので、うねあのー、ウクレレの <laughs> ダダリオのテナーこんなにいっぱいあります。これ、そう、今日、なんかプレゼントしようと思ってまして、あのー、視聴者の皆さんに。なので、えっ、ー、とー、 2セットぐらいずつちょっとまたあのなんかいろいろなんか見てたらですねなんか押し入れからいらないのたくさん出てきたんでこれ今日プレゼントしますねまとめてあの概要欄にですね自分のえっ、ー、とメールメールアドレスが あるので、ストロベリーフィーズ1003の Yahoo の、えー、パソコンのアドレスがあるんで、そこにですね、えー、とプレゼント希望と書いていただいて、あのなんか僕が喜びそうな、あのー、コメントを書いていただいて、添えていただいて、あの <laughs> いつも見てますとか、ありがとうございますとか、なんか,なんかちょっとね、あのー、自分がううよ一番嬉しいなと思ったメールの人に、えー、プレゼントします。人、多分一人じゃないです。何人かね、いらっしゃいますね。で、フロロカーボン。 弦はフロロカーボン、ナイロンとね、フロロカーボンありますよって言ったんですけど、ナイロンじゃなくて、こっちか、フロロカーボン。フロロカーボンもですね、これ、コンサートとソプラノ用、弦用のダダリオのやつがめちゃめちゃ余ってるので、これも差し上げます。1, 1個ちょっと持っおきたい。で、コンサート用のダダリオも、3つあるな。じゃあ2つ誰かにあげますね。で、 えっと、あ、まだあ戻った。ちょっとなんか、これ汚いねこれこれ。これはちょっとありません。えっ、ー、と、テナーもあるし、コンサートもある。なんか欲しいやつ、あの言ってくださいあの。着払いでお送りしますね。あの送料だけで大丈夫ですかね。えっ、ー、と、コンサート、あ、コンサートのクリアナイロンもあった。めちゃめちゃいっぱいあるの あであ、アクイラもあった。で、これは、えっ、ー、と、アクイラと言ってですね、えー、ナイルガットゲンになります。白いんです。白いやつ、い大体ナイ,ルナイルガットゲンなんですけども、これ結構高いですよ。だってね、あの1セット1000円ぐらいですからね。でも自分もう使わないので、これも差し上げますね。2セットあります。えっ、ー、と、ロージーとハイジーですね。ロージーセットとハイジーセットあります。 はいで,えー、あで、そうですね、えー、となそのフロロカーボンゲンっていうのは、そのちょっと細めになってて、あの釣り糸の素材と同じなんですけども、明るめのシャキッ、あのストロークとかに、えー、非常に向いてます。で、細いので、メロディーを弾こうとするとですね、結構高い方に行くと、なんかちょっと細い、ペチンペチンした音になるので、どっちかっていうと、ストロークの方が向いてるのかなと思いますけども、ウクレレの材とかによっては、あの結構、 あのー、いい感じに響いたりもするのでフロロカーボン源もね、あのー、いいんじゃないかなと思いますで、えー、とフロロカーボン源といえば、まあ、ワースが最初無難かなと思うんですよねコアロハの初期出荷の弦がワースなんですけどもこれもなんかいっぱい余ってるのでなんかワース、えー、クリアのフロロカーボンですねはいワースってなんかあのソプラのサイズとかだと なんか2回貼れるぐらいの長めに入ってるんで、あ、ひょっとしたら1回使ったかなまあいいや、はい、これもプレゼントです。あ、で、メールですね、あの、えっ、ー、とー、水曜日には、なんかもう、おく、ん金曜、金曜ぐらいかな。 今週の金曜には何か送りたいのでえそれまでになるべく早めに、えー、メールください <laughs> あ手手まだあったな、うん、で、先ほど言ったこの、えー、とアクイラとかに代表されるナイロガット弦はフルロロノカーボン弦とナイロン弦のなんかいいとこ取りをしたような感じで普通のなんかいい音が出ます ただ、ナイルガット券だなっていう印象なんです、個人的には。なので、安いウクレレに貼ると結構いい音となって気持ちいいと思うんですが、高いウクレレとか、木材がそもそもいいやつとかに貼ると、なんか、あのー、普通に聞こえるんですよね。なので、なんかい、良くもあり悪くもありなところがあるので、まあ、でも、ずっと僕もこれすごい好きで気に入って使ってましたね、ナイルガット券、アクイラ。 はい、プレゼントですでワースあワースまた出てきた大丈夫かなあ1回使ったかなこれ1回使ったワースのクリアフロロカーボン46インチクリアはいこれも、えー、よかったら差し上げますよいしょはいプレゼント ですね今自分が使ってるのはこのプロアルテっていうまあギター用ダダリオのギター用の弦を、えー、各弦セレクトして使ってるんですけどもまああのジェイクさんがねあの以前こうそうしてますって言ったんでちょっと真似して今使ってますめちゃめちゃいい感じです、はい、でその弦の種類まあね大体3種類あるんでまあねあの 今回、その、僕が、えこんだけ、皆さんに、在庫処分ではないですよ。えー、プレゼントさせていただきます。なんか欲しいやつを、え言っていただいて、テナーの、えクリアナイロン、ダダリを、1、2、3、4、5、5セット、6セットありますね。6セット。まあテナーじゃなくても、ソプラノ、 コン,あコンサートとかにも貼っても、ね、いいかもしれないですけどね。で、えー、クリアナイロンのダダリオコンサートタイ用が1233つ。で、えー、とフロロカーボンのソプラノコンサート用ダダリオですねが、えー、1セット。でアクイラのロー G が1セット。ハイ G セットが1セット。 えー、ワースのクリアナイロン46インチフロロカーボンですねこれ2セットということでぜひ、はい、ご応募くださいませ <laughs>、はい送,料えー、と送料ね、あのー、着払いで無料で、えー、もちろんプレゼントいたします、はい、で、えー、と交換頻度弦の交換頻度なんですけども一応弦が伸びきったら えとそこで実は寿命っていうのは終わりなので1ヶ月ですあの最初ウクライナの弦って張り立てはすごく伸びてどん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 チューニング狂っていくんですよああもうみたいな感じですごく狂うんですけどもその最中が一番いい音で伸びきるともうそこであの伸びきったって感じになるのでなんかあのそこでもう寿命は終わりです で、その後は、あの、毎回こうね、ちょっと、ちょっとずつ伸びるんで、こう締めていくんですよね。そうすると弦ってどんどん細くなっていきますから、となると、どんどん音がペチペチ、なんかあのー、しなびた感じの音になっていくので、あんまりやりすぎると、なんか強く弾いても、ペチン、ペチンみたいな感じで、なんかこう、しっかり反応してくれなかったりとかですね、いろいろあるので、まあえーと、弦、 1>, 1, 1ヶ月で寿命落ちるんで、1ヶ月で張り替えましょうとは、えー、言わないです。<laughs> 自分も1ヶ月で張り替えてません。自分はですね、あのー、ライブとか、えー、レコーディングとか、なんかそういう区切りがないとずっと使ってます。すいません。<laughs> あのなので、まあ、といってもまあ半年、1年はちょっとやりすぎですね。半年ぐらいで1回ちょっと張り替えてみると気分転換にもいいんじゃないかなと思いますので、 はい、ぜひこちらプレゼント当たった方はですねあのー、1人1つじゃなくてなんか何セットずつかねこう分けてと思うんですけどもちょっと何名かいらっしゃったらその分ちょっと分担しながらまあ、でもそうですね45名45名かな、ね、送料あれだね遠かったらあのー、ね意味ないですからね ちなみに、えーとー、住所はですね、自分が普段レッスンしているあの東銀座の山の楽器の会場からお送りします。<laughs> 自宅ではないので。はい、でなので交換頻度は、まあ、まね半年1年ぐらい自分が気になった感じの時にに貼、えー、り替えればいいんじゃないかなという感じです。 うん、あんまり気にしたくて、あの、いいと思いますが、貼り替えはね、でも、やっぱ気分的に気持ちいいですよ、やっぱり。一度貼り替えてみれば分かると思います。はい、あ、アドレス分かりませんかあの、概要欄、なんか他の動画、全部の動画の概要欄にですね、あのー、一応、ストロベリーフィールズ 1003-yahoo.co.jp 入ってますので、はい、ちょっとそちらね、ご覧になっていただければと思います。はい。 原は自分ででで、えー、貼れれるものでしょうかあ、はい、これですねやっぱりあの基本的にご自分で貼った方が楽というかまあ、あのー、有料だと思うんですよね大体お店に行ったとしても。なので、あのー、やっぱりご自分で貼れたらいいと思って。 で実は自分もですねちょっと長くなっちゃったんですけども、あのー、弦の張り替え動画をですね作ってるんですよ。そちらよかったら参考にしていただいて、えー、ぜひ貼ってみてください。最初の一歩がめちゃめちゃ大変ですけども、やっちゃえば、あ、なんだこんなこと単純なことかって、えー、ご理解いただけると思います。でもいや 嫌です不安ですっていうことであれば、まあ、お店に行って張り替えてもらっていいんじゃないでしょうかね、えー、いくらかかるかはちょっとお店によって多分違うと思うんですけどもはい でえー、とチューナーおすすめ決定版。あ、そうですね、チューナー。このウクレレ始めるにあたってね、やっぱりいろいろちょっと物入りになってくるんで、まあ、一つ一つ買い揃えればいいんじゃないかなとは思うんですが、このチューナーだけはですね、最初に一緒に買っとかないとチューニング合わせられないので、弦が、ね、あの音ずれてますから、それを毎回合わせて弾くっていうね、あのー、形になるので、絶対持ってないとダメです、チューナー。で、おすすめチューナー、アプリも。 携帯のアプリとかもあるんですけども若干精度怪しいのと他の音も拾っちゃったりするっていうこともあってあのできればこっちの方があのこのクリップ式ですねこうこ,こにまあさっきもチューニングしましたけどもここにあってこの弦の振動をねここで測定するような感じでこうメーターが触れてまあ見えるかなちょっと反射しちゃってますけどはい ののが、えー、クリップ式メメーーーーータターあのー、チューニングメーターって言いまますすこれをお勧すすめしますで、これ毎日やっぱやるも、あのー、チューニングするものだと思うんでなるべく快適なのがいいと思うんですよね安いやつってなんかこっちの角度から見るとなんかよく見えないとかなんか暗いとか、えー、ちっちゃくて見えにくいとか、えー、なんか精度が甘いとかなんか結構ぐらつくなとかあのー、あるんですけどもこの TC エレクトロニクスのユニチューンこれ一 タクですマジでこれすごいですよあの精度がめちゃめちゃいいですバシッてこう合います毎日必ずこれをチューニングしてからね演奏するんですけどもそのストレスを最小限にしてくれるんでただちょっと高い3000円くらいです3000円ちょっとかなはいなのでえっ、ー、とサウンドハウスで3000円ちょっとです でも、毎日するものだから、えー、これめちゃめちゃおすすめですね、やっぱりね。1000円とか2000円とか安いやつもたくさんありますけれども、モードもなんか本当に少ないし、ただボタンのオンオフだけなんですよね。なんかボタンがいろいろあったり、 モードがいろいろあると、なんかボタンいろいろ押してるうちに、なんか違うモードになっちゃって、なんか音よくわかんなくなっちゃったりとか、なんかめちゃめちゃ、なんかいろんな不都合がですね、あの、あるのを、僕は、たくさんの生徒さんを見てきたので、知ってます。なので、もうそういう方はもうね、あの、まあ説明書見ても多分よくわかんないと思うので、もうこのユニチューン、TC エレクトロニクスのユニチューンです。 これをもう買えばもう何の問題はないです。マジで。はい。なので、見やすい LED ライトで、上下のこうね、上に、こっちにしてもこっちにしても、スマホみたいな感じで動くんで、どっちが上ですかっていうのが、こうね、判断してくれるんで、めちゃめちゃ見やすいし、えおすすめです。というわけで、ただ、えっと、さっき見たらですね、このチューナーはですね、コルグの昔のやつ。 がたくぶん当時これハマってたんでしょうね自分ねこんな感じの,、ね、あのチューナーですねこうやってねこういうやつですちょっと見にくいのわかりますかね LED ライトじゃないとね光がちょっとっていうのはあるかもしれないですけども えとコルグの AW2 というちょっと古めです。今、AW3 とか新しい機種出てるんですけども、これがですね、なんと、4つほど出てきました。で、もしよかったら、これ、ちょっとなんかここら辺作り、なんかぐらぐらぐらつくなとかなんかいろいろあるんですけども、これもプレゼントします。4つ。はい。コルグの AW2、4つあります。ちょっとなんか、電池確認してないですけど、電池はね、購入してください。コンビニでも売ってます。 はい型落ちでちょっとなんかなんか <laughs> これクルクルしちゃうなぁちょっとこれ当たった人申し訳ないちょっとこれはちょっとやめようかなでもなんかなんか欲しいっていう方もいらっまあ、できたくはないのでねあのよかったら <laughs>、はい、というわけでコルグの AW24 つプレゼントですすごくない <laughs> すごくないですかこのチャンネル <laughs> はい なので、おすすめとちょっと違くて申し訳ないんですけども、これ、えっと、おすすめはこれですね。はい。この、当選してなかったら、ぜひ買ってください。これはだって3000円以上しますよ、昔。ね、買ったら。コログの AW2。2、3000円かなはい。それ、4つプレゼントですね。はい。ぜひ、メールアドメールの方にね、あのお願いいたします。<laughs> イエーイ。であ、なんか、あ、結構やばい。時間、時間結構な,なってきちゃいましたね。はい。 で、あとは、えー、っと、次回ね、えー、っと、入門曲みんなでレッスンしましょうということで、スタンドバイミーっていう曲をね、えー、やっていきたいと思うので、ちょっとそれに伴いつつ、またちょっといろいろご説明できればと思うんですが、確か、えー、っと、ツイッターとかに、えー、コメントいただいた、えー、爪についてのご質問があったので、 そちら先を説明しますとあとハイジー、ロージーに関してですね。えー、と僕はですね爪に関していろいろやったんですよね。グラスグログロスグラスラネイルとか、えー、とジェルネイルはちょっとやってないんですけども、あのー、グラスグラスネイルをやりましたね。ただあれなんかまあ要はベースコート塗って、えー、ガラスのやつみたいなの塗ってその上にまたこうトップのトップコートをこう塗ってで削って。 つやつやしてとかするんですけどもそもそも最初に爪をちょっと削るんですよね爪にキューティクルがあるんでそれを削ってそこにくっつけるっていう感じなんででそのグラスネイルとかだとですね23週間でオフしないとちょっときついんですよなんか爪がねやっぱどんどん生えてくるんででそうなってくると23週間おきに爪をちょっとずつ削るっていうことをするとですね爪どんどん あの薄くなっちゃうんですよね。で、なんか結構ペラペラになっちゃって、なんかあんまり良くなかったんですよね。で、ペラペラになるとそのグラスネイルもなんか剥がれやすくなっちゃったりとかして、いろいろやったんですけども、結局は今、この OPI のネイルエンビですね。OPI っていうメーカーがありまして、ピントが。はい。なんかあのー、 ネイリストの生徒さんに聞いたら OPI っていうメーカーは今日もネイル業界で結構有名ですよみたいな感じでおっしゃっててでそれの OPI のネイルエンビーってやつですこれ爪の保護と強化と育成してくれますからあの爪がだんだん長くなるんですよ前自分すごい深爪で爪ちっちゃくて困ってたんですけどもなんかあの薬指とか特にですねあのすごく長くなりましたピンク色の部分が増えたというかなのであのトーンもやっぱ良くなりましたね でプラス爪の、えー、強,強化で、ね、あの削れないようにしてくれて。で、さらにその、ね、あの育成してくれますから爪どんどん太く強くなっていきます。で、あまあ守ってくれるということで。で、OPI ネイルエンビー。今、自分はマット使ってます。あのツヤがない、出ないやつですね。これを使ってます。これめちゃめちゃおすすめです。2000円です。あの1個2000円でめちゃめちゃ安いですよ。グラスネイル1セットいろいろ諸々買うと1万円ぐらいするんで。 1>, 1万3000とか2万ぐらいするかな。なので、OPI のレベルめちゃめちゃ安いです。おすすめです。あと、保湿はですね、今ちょっとこの、なんか、これはネイルカンパニーっていう北海道のメーカーの、のグラスネイルをね、買っていたところの、この保湿オイルを使ってます。デザートオイルって言ったかな。ただし、OPI からも出てまして、こういう、なんか、あの、栄養のありそうな色の、なんか、 なんか目薬みたいなね、あの、やつ、目塗っちゃダメですけどね。まあ、ありますね。これも使ってみようかなと思って買って、今使っているところです。まあ、保湿に関しては何でもいいと思うんですけどね。で、実は自分間違えて OPI のですね、ネイルエンビューのマットじゃなくて、ツヤありの方を1個間違って買っちゃったんですよ。これだ。これ頑張って、あの、OPI ネイルエンビオリジナルですね。間違って、ツヤ消し、ちょっと、まあ、 多少の半分以上残ってますね。これもプレゼントします。これ欲しいかと言ったら、あのー、まあでも、い,いる <laughs> いらないかなまあ、あの、いらなかったら、あのー、誰か、リアル生徒さんに渡してあげます。<laughs> 誰かいるかなで、えっ、ー、とー、まあ半、半分ちょっと残ってますね。買うと、まあ2000円くらいするんでね。まあ、なんか、 なんかのなんかと一緒にお送りしますね。じゃあこれね。これも OPR ネ,ネイルエンビオリジナル。使いかけでマジ申し訳ないんですけど。よかったら、あの欲しい人いたら、えー、プレゼントします。あのメール、ね、送ってください。で、あと,、えー、と、ハイジーとロージーに関してなんですけども、あのー、ヤマハだと結構ロージー推しです。で、教材の内容もロージーのものが多いです。というのも、えっ、ー、とー、 そういうのもですねあの、ヤマハの先生って基本ギターとベースの先生なんですよ、ウクレレの先生は。なので、ウクレレとベースの先生が教えやすいようにロー G と言ってですね、この、えー、1、2、3、4弦ありますよね。4弦がこれ高いソの音なんですけどもで、低いソの音にして音域を拡張するっていうのがあるんですよね。普通 どシらソファミレド、ここまでなんですけども、ロージーにすると、どシしらそっていう風に、低いソまで出ますよ、低い G まで出ます。なので、ロージーなんですけども、これ普通のやつ、ハイ G です。普通のウクレレ買うと、ああハイジーのものが基本なんですよ。ハワイでもまあハイジーが基本になってまして、僕もハイジーが好きなので、探したんですけど、実はロージーのウクレレ持ってないんですよね。今、ちょっとまずいですよね。ヤマハの先生なのに。 はい、なので、あのー、ロー G とハイ G はその音域が違いますよっていうのが、えー、大きな違いです。伴ってハイ G の方がストロークやっぱ明るめの音が出ますね。ロー G のストロークってちょっとボヨンボヨン低いロー G がちょっとなんか邪魔みたいな, <laughs> なんかねあ,のあるのでとちょ音が特殊になるんですけどもなのでメロディーとかソロウクレでする分には、えー、ロー G の方が比較的簡単に弾きやすい曲が増えます。 で楽譜買うときにめちゃめちゃ注意しなきゃいけないのが、ハイジー用かロージー用か。これが大体書いてあるので、それあった方を買わないと、なんか悲惨なことになりますね。最近結構ハイジーでもロージーでもどっちでもいけますよ。でも、この曲はロージーで弾いてくださいねみたいなのが、なんか本でね、あったりするんで、ちょっとそこも要チェックですね。自分のやりたい曲がどっちに対応しているのかっていうのをちょっと確認しないといけないですが、まあ大体確認できるようになってる ので、ネットで買うときも。なので、そこちょっとよく注意してもらうと、えー、いいと思います。はい。プレゼントと、あ、すごい。あ、そうです。ありがとうございます。すごい。OPI。はい、OPI 教えてもらって使ってます。あ、本当ですか。爪が少し硬くなりました。あ、素晴らしい。ですよね。これ、なんか、今までいろいろ試したけども。 なんか、カイナとかね、オキジンさんがプロデュースしたやつとか、いろいろ試したんですけども、これが一番いいし、比較的いろんな人に会いやすいじゃないかな、安いし、手軽だし、塗るだけで OK なんですよ。削ったりとか、ベースコート塗ったりとかでしなくてよくて、塗るだけ、乾いたら OK みたいな。10分ぐらい、15分ぐらいで割と乾くので、めちゃめちゃ手軽でいいですよ。あとなんか、毎日塗って、 でちょっとずつこうあ重ねて1週間後に一度オフしてくださいとかなんか説明書にあるんですけど自分そんなめんどくさいんで23日置きぐらいとか暇な時に塗り重ねて、えー、23週間後にオフみたいな <laughs> 感じで結構怠けてますけども全然問題ないかと思いますもちろんなんか塗り重ねた方が栄養がたくさん入るからひょっとしたらいいのかもしれないですけどもはい 先生面白い。あ、面白いですかね。<laughs> やっぱりプレゼント。うん、プレゼント。今日めっちゃありますね。で、あと、かこれもプレゼントです。一個だけ。この、おすすめなのはコードスタンプです。楽譜とか見て、コードわかんない時ってあるじゃないですか、やっぱり。<laughs> えっと、なんだっけなーみたいな感じで、ペラペラとこうなんかめくって、あ、これだったーとか言って、こうやって、また弾いて、あ、わかんなかった。あ、やべえ、なんだっけーとか言って、であの、繰り返して、あー、みたいな。で、 これ、あの、木のやつなんですけども、2三百300円で Amazon で売ってます。なんかとセットでお送りしますね。これ欲しい人。えっと、コードスタンプ、楽譜のようにこれ、ポンって貼って、これ、格子状になってますから、あの、ダイアグラムになってますからね。そこに自分でコード丸書いて、で、あの、曲やると、あら、不思議。見れば大丈夫。忘れない。見れば大丈夫。で、めちゃめちゃおすすめですよ。 あ、アコードスタンプ、僕のツイッターで買ってみました。そう、これめちゃめちゃいいですよ。やっぱ最初覚えるのはちょっと大変じゃないですか。いっぱいあるし。コードね。なんで、あの、木のやつがおすすめです。で、スタンプ台買って、ポン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 やれば OK です。あの、んで、これ300円ぐらいでめちゃめちゃおすすめです。というのも、えっ、ー、と、シャチハタタイプのやつとか、いろいろあるんですけど、それ1000円ちょっとして、めちゃめちゃ高い上に、まっすぐ、 ポンってやったつもりがなんか作り甘くて少し斜めになってたりとかねあのなんか作り甘いやつもあってなんか微妙なものをよく見かけるんですよだったら300円でこれ安くてよくねってなるんでこれがいいですねでえっ、ー、となるべくちっちゃいやつがいいと思いますもちろん見える見えない人それぞれあると思うんですがおっきいとですね結構大きくて楽譜の隙間にこう押せなかったりするんで 結構比較的ちっちゃめでもですね、割といいですよ。3 400円で売ってます。なるべくちっちゃめの木のやつを買ってください。で、これ、もう自分はですね、あのー、使わないんですよ。iPad で全部楽譜管理してるんで、これ押しちゃダメですよね、iPad にね。<laughs> なので、えっ、ー、と、これもプレゼントします。ちょっと、あ、でもちょっと汚い。<laughs> 汚いけどあ。なんか、なんか、運がいい人は、ひょっとしたら弦と一緒に入ってるかも。<laughs> はい。 ちなみにギター用のやつもあるんでギター用のやつは線が6本ですからね間違えないようにしてくださいねギター用のやつを間違えて買わないようにっていうことですはいあちょっと時間になっちゃったなってきちゃったはいちょっとすみません20時から普通にオンラインレッスンが入ってますので <laughs> そうそうちょっと今日なんかいろいろできなかったですけどまた次回にね向けてやっていきたいと思いますあの今日できなかった分はね次回やりますのではい ちょっとね、いろいろなんかやろうと思ったら、すごいたくさんになっちゃった。はい。という感じですね。そろそろね、終わりたいかなと思いますけども、あ、えっ、ー、と、あ、ミこさん、山野先生とオンラインのレッスンでスケジュールがびっしりだと思うんですが、このオンラインライブでウクレレッスンは月に2回ぐらいしてくださるのでしょうか。月に2回ぐらいしたいですね。あのー、したいと思っています。なので、あのー、 で土曜日は結構、鈴木智樹くんがライブしてるので、あの日曜日にします、僕は <laughs>。なので、あのこの時間帯っていうのは、実はあの鈴木智樹くん余計だったりするので、あの <laughs> で鈴木智樹君がこの時間帯来るんだったら、僕、どこかにまたちょっと時間ずらすかもしれないですけど、の被らないように、ちょっと勝手に、まあ、あのそんなに気にしなくてもいいかもしれませんが、あの一応、ちょっと智樹くんと被らないようにということで <laughs>。 はい土曜日結構トミーくんライブしてますよねなのでちょっとよ,よけてます <laughs> あ,ありがとうございます次回もね楽しみに、はい、してください,はい月に2回ぐらいあのしたいと思ってますプラスできればなんか平日とかだったら結構自分で、ね、時間あるんですけどもその時間になんか短めの単発の、えー、質疑応答タイムみたいなのもできたらいいかなと思ったりもしております はい。ありがとうございました。あ、ありがとうございます。コードスタンプ、まじいいですよ。あの、一個買っといて損はないかなと思います。はい。ありがとうございます。あ、あ、すごい。あ、スパチャありがとうございます。スパチャー、あの、ぜひください。<laughs> <laughs> <laughs> すいません。いい <laughs> はい。やった。今日の収穫、600円もいただいてしまいました。ありがとうございます。 はいあメールね、あのぜひぜひえあの、してください。これ、あの、ね、またアーカイブ残しますのでね、あの永久に見れるようにしておきます。ちょっと最初の方を削るかもしれないですけども、あのなんかちょっとねご、ごたごたしちゃったので。はい。大丈夫でしょうかね。えっ、ー、と、コメントもないから大丈夫かな。あ、鈴木さん、あ、とびくん、金曜夜なんだ。でも土曜日もなんか、今日昨日ともなんかやってましたね。昼かな。はい、ちょっと <laughs>。はい。 あ先生のオンラインレッスン受けたいです。あぜひぜひ。えっ、ー、と、概要欄とかにですねあの、一応カフェトークというところがでやってるんですけども、あのー、特別招待リンクを貼っているので、ぜひそこから入ってください。あのー、ちょっと特典ついたり、ポイントついたりすると思うので、あの普通にカフェトークで検索するんじゃなくてですね、自分の YouTube 動画の概要欄に、えー、と特別招待リンクがありますので、 ぜひ、ぜひそちらから。はい。僕にもちょっと入るんで <laughs>。それ言っちゃうとね <laughs>。はい。なので、うん。あの、そちらから、えー、お申し込みいただければと思いますし、わからなければですね、あの、まあ、カフェトークの、あの、人が、そのカフェトークのサイトに入ると、チャットできるようになってるんですよ。で、チャットめちゃめちゃ早く帰ってきます。もう数十秒で、いつ寝てんのっていうくらい、い速攻帰ってくるんで <laughs>。 怖いですけどね。そ、こんなに早いのみたいな。あの、なので、わかんなかったらそっちに聞いても,もらってもいいですし、あのー、僕に直接ね、あのメールいただいても、はい、あのー、お伝えできると思いますので、ぜひぜひご連絡ください。あ、でかいコードスタンプが老眼には嬉しかったりします。あ、<laughs> はい。ね結構ね、こちょこちょ、そうなんですよね。ちょっとサイズ、ちょっとサイズ感わかんないですよね。ね、難しいとこですけども。うん。 ご自分でちょっと視力に合わせてみてくださいはい、このさン自分で作って使ってみてすごいですねへえあそうかえ、レンコンとかで作ったりします分、ね、<laughs> かんないなん腐っちゃうか <laughs> はーいあすごいすばちゃんありがとうございますすごいすごいえこんなにあ鈴木たしゃさんありがとうございますあ,ありがとうこちらこそありがとうございますあよし次回も頑張ろう現金のやつはい あひろこさんも、あありがとうございます。500円。はい。とムくん、あえっ、ー、と、昼にワークショップしてますね。うん、それにもさ、あそうなんですね。あね、ね、ちょっと僕もね、参加したいんですよね。トきくんのワークショップ。なんか、いたら、でも、なんか、うざいかな。や、<laughs> あ消しゴム、あ消しゴムいいっすね。消しゴムで、ご自分で作れたら、めちゃめちゃいいっすね。はい。あ、自分で作っちゃったのもね、素晴らしいですね。ぜひぜひ、いいんじゃないでしょうか。 うん消しゴムにもなるし。やっちゃ、使っちゃダメか <laughs>。はい。ではでは、じゃあ今日こんなところでね、あの終わりましょうかね。はい。ありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。次回の、えー、ライブは3月9日ですね。えー、平日の土曜あ、違う、火曜の夜なんですけども、えっ、ー、と、そこで60分の、えー、なんか質疑応答タイムみたいな感じでやります。この続きはですね、次回、えっ、ー、と、 いつだったっけかなあ,あ、ごめんなさい。同じ時間帯の日曜日の夜にやります。21日ですね。えー、3月21日の20時からやりますので、そこでまたね、あのー、今日できなかった、えー、内容と、えー、スタンドバイミー,、ねあのー、楽譜ちょっとダウンロードできるようにしたりとか、スタンドバイミーって言っちゃダメですね。あのー、コード譜をねダウンロードできるように、ちょっと PDF で用意したりとか、えー、しますので。 ぜひぜひ楽しみに、えー、してください。で、一緒にね、なんか皆さんで練習して分かんないことをこうチャットにしてくれれば、壮大なグループレッスンでめちゃめちゃ面白いんじゃないですかね。合奏できないってのは、ね、ちょっとね、寂しいですけれども、やっていければといいかなと思います。はい。ではではまたお待ちしております。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。また寝ないか。<laughs> バイバーイ。